白鳥越は、京の一条寺から、大海の阿納に至る道。古寺古市とも呼ばれる。この名は、今寺古市が開かれる以前から利用されていたことに、由来する。その他にも名古市、古市や、青山越とも呼ばれる。洋州府市では、一条寺村より、永山東坂本にいる藩路なり、周囲と名所杖では、同社の東にあり、上古の大官道にして、税より、 永山東坂本阿蘇村へ出ると紹介されている。白鳥越は戦国時代以降次第に利用されなくなったため、正確な経路は未だ否定されていない。古地図の表記、地形、上司の位置等から推定すると、初期のルートは、武流山、白鳥山、天古山、一本杉、青山、坪笠山を通過する、お道であったと考えられる。もっとも、近世になると、 炎略寺の達中である、無道寺への三景道と結びついて、ルートに変更が見られる。例えば、山州三大関市では、雲母坂より、炎略寺等々を経て、大見国あのに出る道を、白鳥越としており、また慶応四年懐から京都サイエでは、種名学の南、無道寺の北に、白鳥越が記載されている。これらは想定される初期のルートとは異なるものである。 平安時代以前から京と大江を結ぶ街道として利用され、その戦略的価値からしばしば戦の舞台となった。道沿いには、将軍山城、一城寺、山城、一本杉斎城、坪笠山城など数多くの山城が築かれた。しかし、織田信長が、浅井市、浅倉市、延暦寺などの古才の勢力を駆逐し、京と古才の一元的支配を実現するとともに、 死賀越し道を整備すると戦略的価値を失い次第に利用されなくなった。近世以降の地図では白鳥声の表記は次第に見られなくなっていく。ありがとうございます。